ラグビーリーグ。このスペースの一戦もご覧ください。いいですよ。はい。バックを使ってみんなの押し込んで。さあベンドラメがドライブしていく。残りが7秒。さあベンドラメがドライブしていく。ああ、そして簡単に開いた。開きました。これで4点差。ワンワンからダブルチームになってゴールした伊藤が入ってきた。そしてカットインしてきたベンドラメ。ベンドラメがついてますが、ここもショットブロックギリギリで決められません。さあそしてトラディションからベンドラメ8点目。さあベンドラメが持ち込んでかわしていく。素晴らしいですね。リバウンドショットですね。山内がかわしながら一旦出す。ケリー、そしてサクレ、さらにベンドラメがコーナースリー、さらにベンドラメがコーナースリーー決めた。サクレから、サクレが一旦外に出てきました。でケリー、そしてベンドラメ、レイアップを決めて、まず先に渋谷が点を取りました。これ大きいですよね。はい。そしてここからベンドラメを押し込んできて、そう、はい、今みたいな形ですね。レイアップだけで中2点くらい取ってきた。そうですね。さあベンドラメ、バスクリーンを使って自ら押し込んで、強引にしました。やっぱりこういうドライブがいきますよね。やっぱり同点で渋谷ボール。ケリーがベンドラメ、ベンドラメがスピードつけて、そして自ら決めた。ベンドラメ、ベンドラメがスピードつけて、そして自ら決めた。ベンドラメがスピードつけて、そして自ら決めた。そしてバスケットカウント。はい、そうですね、何回もリングにアタックして、そこからいい流れができたかなと思います。そうですね、もう本当に展開を変えてくれました。昨年と違って周りを見てプレーするって時間帯が増えたので、まあ、アシストが増えてよかったなと思います。さあ6対6の同点です。ベンドラメ、ベンドラメが持ち込んでゴールした。素晴らしい合わせですね。これになっています。ベンドラメ、ベンドラメが持ち込んで一旦出す。そして長谷川、右から左が白いユニフォームのシーホース三河ということになりますが、いいタイミングでケリーにパスが入りました。あ、そしてアリウッパスは決まった。ケリーが決めました。リクォーターで流れを変えましたね。これでチームは3連勝ですけども、ちょっといい状態で波に乗っていけるんじゃないでしょうか。そうですね、去年も10連勝しましたし、今年も勢いが乗れば連勝できると思うので、これからいい流れを保ちつつ勝ち続けていきたいなと思います。バスケットライブ